この装置はポカよけと呼ばれています。ポカよけは働く人が使っている締め付け工具と連動し、締め忘れがないかなどをチェックする装置です。作業始めはオレンジ色が点滅、ネジなどの締め付け不良があると赤色が点滅し、作業者に知らせます。そして作業が完了すると緑色が点滅します。万が一作業者がミスに気づかなくても、ラインは止まって不良品は後工程には流れません。このように工場には作業ミスを防止する工夫が施されています。